あとね、私別にさ中二病ぶるわけじゃないんだけどさ、あの別に私一人大丈夫なタイプだったのね。あのなんて言ったらいいんだろう、一人でマジで一人で牛丼屋行けるし、カラオケも行けるし、なんか何でも割と一人で行ける派だったの、高校生の頃とかも。でも結構友達の中では一人嫌だみたいな子いたのよ。一人でカラオケは行けないとか、一人でちょっと飲食店は行けないみたいな。でそういうタイプの人は割とちょっと大変かもしれない。あの一人でいるのがちょっと苦痛なタイプの人っているじゃん。シシロンは逆なんだけど、私は一人映画全然平気、むしろ行ったことあるし。一人流しそうめんはね、でもね、のそうめん流す人は欲しいねそれだからね、一人楽だなっていう気分のなんかで持っていき方を覚えると楽かもしれん。一人もいいなみたいな、一人でいるのもいいなみたいな方向を考えられるようになるとすごいはかどると思う。私はマジで一人の時間がないと死ぬタイプの人間。ちょっと一人の時間マジでないとダメなんだけど、そう、一人マジ楽だからね、楽、めっちゃ楽な、孤独のグルメになるこういうのでいいんだよとか言って牛丼食いに行くか。Thank you! Thank you! Thank you!